そうですね、正直ウォーミングアップの時から3732人は達成しているかなっていうのは感じていて、で、試合前チームのみんなにも、目標は多分達成しているから、あとはもう勝ってみんなで昇格を祝おうっていうのは伝えてたんで、昇格が決まって本当に、まずは良かったかなと思います。ピッチでやっていても6月19日の時と雰囲気が少し違っていて、もう目線とかいろんな気持ちが僕たちに向いてるなっていうのは感じてたので、本当に幸せな時間でしたし、これが本当に来年も多く、来ていただければこういった試合ができるんだなっていうのは感じました。まだまだ FC 大阪のことを知らない方もたくさんいると思うので、ピッチの中とかサッカーに関して引っ張るっていうのは当たり前のことだと思いますし、なおかつプラスチームのために FC 大阪としてもっと知ってもらうために、いろんなチーム外の活動とかは大事にしようというのは決めていたので、いろんな形でこう知ってもらうような活動を通して、今日昇格できたっていうのが本当にやってきてよかったなって、全部報われたなっていうのは感じました。今年に限らず、これまで FC 大阪を応援していただきありがとうございます。本当に今年目標を達成できて、本当に目標に到達して、ファンやサポーターの人たちの応援が本当に支えとなりました。来シーズンも本当に痺れる試合がたくさんあると思うので、ぜひ会場まで来ていただいて、熱い応援を引き続きよろしくお願いします。そうですね、僕が決めてれば多分勝ってたゲームだったと思うんですけど、取れないときは取れないし、取れるときは取れると思うので、これからも自信持ってやっていきたいなと思います。小さい頃から憧れていた舞台ではありますし、J3 っていうところからのスタートになりますけど、このチームはもっと上でやっていけると思うので、その力を J リーグの舞台でも見せていけたらなというふうに思います。いつも応援ありがとうございます。来シーズンは J3 で戦うことになりますけど、FC 大阪らしいサッカーをして、またみんなと喜び合えるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ゴールはもうほとんど俊くんのゴールなんですけど、たまたま自分がいいところにいて、欲を言えばもう1点取りたかったんですけど、1点取れたことは次につながるかなと思います。ここぞっていうところに点を決める印象があるんですけど、ご自身いかがですか？たまたまそのゴールが結果的に勝利とかにつながってるんで、その自分の1点じゃなくてそれまでに何点も取ってくれてるのに、自分がプラスで1点取ってるっていう形なんで、そこは結構たまたまです。まだ実感はないですけど、このオフシーズンをしっかり休んで、また来シーズン始まってから、その J3 に立つ責任っていうのを、また FC 大阪っていうチームを背負って戦えるように、またいい準備していきたいと思います。今シーズン1年間応援ありがとうございました。皆さんの応援のおかげで J3 昇格が達成できたと思っています。来年は J3 でまた一歩1試合でも多く勝てるように選手たちは頑張っていくので、また来シーズンも熱い応援よろしくお願いします。J3 昇格できて素直に嬉しいです。今年はもう J ライセンスもあって、もう J に上がるしかないっていう気持ちで、もうとりあえずがむしゃらにやった1年かなと思います。やっぱJFL も変わらず、しっかり J リーグでも、結果残して、こうがむしゃらにやって、チームの中心になれるようなプレーをしていけたらなと思います。今シーズン、長い間応援ありがとうございました。JFL は終わるんですけど、J に上がっても、皆さんと共に戦いたいと思うんで、これからも応援よろしくお願いします。ライセンス取れてからなかなか、ね、僕らが結果出せなくて、皆さんには、お待たせしましたって感じで、僕らも、優勝を目指してやってきたんですけど、それは叶わなかったんですけど、皆さんのおかげで、無事 J3 昇格できて、僕も嬉しい気持ちです。そうですね、一回引退してからもう一回FC 大阪で復帰させてもらったんですけど、その時から、しっかり J リーグを見据えてみんなでトレーニングしてきたんで、もう一個上にカテゴリー上がることで、厳しい試合も続くと思うんですけど、経験ある選手がいっぱいいると思うんで、そういうところも伝えながら
来シーズンも頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ、最初、まあ、僕が高卒で、プロに入って、まあ、なかなか結果出せなかったんですけど、まあ、いろいろ経験してきて、まあ、その経験してきたことを、まあ、後輩の選手たちに伝えていけるような、まあ、ちょっと大きくなった自分を見てほしいです。今シーズンは応援ありがとうございました。来シーズン J3 で FC 大阪の、まあ、力を見せつけるように、オフシーズンでしっかりトレーニングするんで、引き続き応援お願いします。まあ、めったにないその J リーグに上がるっていう瞬間を、その障害のある方たちもその瞬間に立ち会えたってことは、まあ、その子たちにとっても大きいですし、まあ、僕たちにとっても大きいことだったので、そうですね、まあ、お互いにとってまあいい瞬間を味わえたなと思います。まあ、J リーガーになったら、そうですね、今まで関わってきた人にやっぱりなんていうんですかね、恩返しというか、やっぱり今まで応援してくれた分、自分がその J3 の舞台でどう示すかっていうところだと思うので、思いっきり J3 に上がって自分を思いっきり表現できたらなと思います。今日は応援ありがとうございました。で、結果的に J3 昇格っていうのを成し遂げたんですけど、まあ、勝利で終われなかったので、そこはまあ申し訳なかったなと思います。でも、まあ、この先 FC 大阪が J3 に上がって、まあ、僕自身も J リーガーになれたとしたら、やっぱりこの FC 大阪をもっと盛り上げて、もう大阪にはまあ J リーグのチームがあるんですけど、まあ、それに負けないぐらい FC 大阪を知ってもらえるように頑張れたらなと思います。応援ありがとうございました。6月の1万2000人と今日の1万2000人、本当に意味合いがちょっと違うと思うんですけど、まあ、天気もどうなるかっていう中で本当に1万2000人集まっていただいたっていうのは、そうですね、本当に FC 大阪、まあ、このクラブのまた一つ成長というか、大きな意味合いを持つ試合だったと思いますし、そうですね、その集客っていう面では本当にたくさんの集まっていただいて、まあ、本当に僕たちの力になりましたし、やっぱりハリセンの音もそうだし、まあ、後半終盤1点取ってからはすごいもう盛り上がりは僕自身もピッチで感じてたんで、まあ、本当にまあそういう意味でも最後決め切って勝ち切りたかったなっていうのは本当に率直な、はい、感想です。まあ、正直、まあ、9年ぶりかな、本当にこのクラブで7年間プレーしましたけど、本当に頑張ってよかったなというか、まあ、もちろん、J リーグ最初に、まあ、21の時に満了になって、まあ、そこから、今の神楽島根さんに1年やって、で、まあ、FC大阪に加入したんですけど、まあ、いつかはと思ってましたけど、まあ、振り返ればもう8年9年かなかかったなっていうのはあるんですけど、でも本当にこのクラブで、まあ、今の吉田ファウンダーはじめ、まあ、1年目に、なんていうんですかね、本当にまだ21、2歳かなだったこの若造というか、僕に対してこうサッカー選手とはっていうのも本当に教えてもらったと思ってますし、まあ、ずっと、まあ、前引田社長にもずっと言われ続けてましたけど、一緒に J リーグもう一回行こうやってずっと言っていただいてたので、まあ、ライセンス取って3年かなかかりましたけど、まあ、ようやくっていう部分と、まあ、やっと引田社長にも僕自身もいい報告できるなっていうのを、はい、思ってます。まずは今日本当にたくさんの方に集まっていただいてありがとうございます。来シーズン J3 という舞台で優勝者が、本当にもう1年目から優勝を狙ってみんなでやっていきたいと思いますので、またここスタジアムに皆さんぜひ足を運んでいただきたいなと思います。また応援のほどよろしくお願いします。いや、もう本当に素直に嬉しいですし、まあ、ワクワクします。まあ、自分自身のことについては、まあ、怪我で出ない勝った2ヶ月ってのは本当にちょっともどかしい部分があって、なかなか素直に喜べない自分も正直いたりはしたんですけど、で今日の試合見て、やっぱり僕が試合出ない間でも昇格までこぎつけてくれたチームメイトとか、それを支えてくれているファンサポートの皆さんの声援を聞いて本当にいいチームだなっていうふうに感じれたし、そのチームの一員ということで本当に誇りの思えるような、まあ、結果は引き分けでしたけど、そういう意味ではいい試合だったなと思います。
まあ、もともと僕がチームに入った1年目からクラブとしては J に上がるということを目標に掲げてきて、まあ、実際今日それが実現というか、達成できて、で、まあ、この先本当に簡単な試合、まあ、JFL もそうでしたけど簡単な試合はないと思うし、J3 で満足するようなクラブではないと思うんで、この先 J2、J1 と目指していく、未来のあるクラブだと思うので、まあ、僕もできることは限られてるんですけど、できる限りしっかりチームに貢献していきたいなというふうにこれからも思ってます。ずっとこのチーム入ってからは本当に J でも戦えるっていう、まあ、個人的にも J で戦えるっていう自信を持ちながらプレーしてたし、そういうところを基準にやってきたつもりなので、まあ不安よりも絶対ワクワクしている気持ちの方が多いですし、周りからも33で J リーガーですごいねって結構言われるんですけど、まあ、そういう貴重な体験できるのって本当にレアなことで、自分しかできないことかもしれないんで、そこは本当に楽しみたいなと思います。 J3 昇格、決定しました。来年から J リーグの舞台で戦うことになるんですが、僕自身本当にワクワクしています。 FC 大阪がどこまでいけるかっていうのを、皆さんに見届けてほしいですし、これからもずっと一緒に戦ってもらえたらと思います。本当にありがとうございました。